なんていうかね、この辺の加工のしやすさっていうのは、間違いなく津川洋子さんのこのキットの方が、加工しやすい印象があるんですよね。なんだろうな、ロマです。今回ですけども、こちらですね。以前に、メインのレイアウトの方でも組み立てた、津田洋子さんの貨物駅組み立てキットですね。こちらの方、ちょっとね、ミニレイアウトの方の駅舎として活用しようと思いますので、ホームの方はちょっと使わない形になります。ここが、マット自体は、同じか。で、窓ガラスがない。ちょっとこれは、ちょっと窓ガラスないのは少し寂しいので、窓ガラスパーツ入れていきましょう。いつもと同じですよね。内側にこう窓、プラ板、透明プラ板を当てて、そして流し込み用のセメントでちょんと。これで。この、チョコがあるのが下側に来るっていう感じですね。これで窓の高さが揃うようになってます。そして、本当だったらこちらのこのパーツがこう、この外について、で、多分この窓がある方がこの内側に入って、ホーム側の方に来ると思うんですけども、今回はあえてこれを使います。これをここに使って、この部分を改札にしようと思います。ここをまずちょっとカットしていきましょうか。これでもカット難しそうだな。さて、歪んだりせずにカットできるかどうか。この辺の加工のしやすさっていうのは、間違いなく津川洋子さんのこのキットの方が、加工しやすい印象があるんですよね。なんだろうな、端の方は多分もういけるんですけどね。よしよしよし、いけたいけた。さて、じゃあまたこれ揺すっていきましょう。そして、これですね、液長室の横にこうやっていきたいんですよね。こういうふうに。そして、こちらを
ここにこう持ってくると、まあちょっと入り口が広い感じの、こんな感じですよね。入り口が広い感じで、でここに待合があって、ここ改札を通って、こちらにホームがあるっていうような、こんな感じの駅舎に持っていけるんじゃないかなと。これですね、これをここに持ってくることで少し補強できるから、それちょっとやりましょう。よし、これでちょっとまた乾くのを待って、それから仕上げます。次ここですよね、この部分に、扉になるものをちょっと作りたいんですけど、どうするかな。このランナーパーツ、こういうのをちょっと活用してできればいいかなとは思うんですけど、感じでランナーの切れ端使って、一旦まずこれも固定していきましょう。乾燥待ちですね。ということでですね、こちら、こんな感じで、こういう感じで改札の方を組みました。でこれがまあこうつくっていう感じなんですけども、次に屋根ですよね。でこれそのまま使うと、どうしてもここ長さちょっと、はみ出てしまう部分がありますので、場所的にはこのラインですね。じゃあこれでちょっとまたカットの位置決まったので、まずこちらカットしていこうと思います。カットの方終わりました。でこれをそのまま使ってもいいんですけど、まあ瓦の屋根がちょっとね、まあ同じ色一色っていうのはちょっと不自然かなと思いますので、こちらの方またちょっとね塗装していこうと思います。こちらの方ですけども、この部分、このランナーの余った分ですね、ここをちょっと踏んで、こんな感じで上高さちょっと合わせるのと、で今度ここを接着して、これでようやく機長室と待合室っていう形で出来上がりますので、ここをまず次接着していこうと思います。
ちらの方一旦こんな感じでちょっと完成させました。ちょっとね、中見にくいですけど、これ改札の部分ですよね。そしてちょっと、そしてレスト側からの入り口と、でこちら待合室、こんな感じでね、でこういうふうにちょっと仕上げてみました。でこれまたレイアウトの方に設置していきたいと思います。ということで、こんな感じでね、また鉄道模型に関する動画、投稿していきますので、鉄道模型興味のある方、チャンネル登録、高評価いただけるとありがたいので、そちらの方またよろしくご検討お願いいたします。ということで、今回の動画はここまでとなります。どうもご視聴ありがとうございました。